さ、久しぶりの久しぶりの野外フィールでございます。風が若干ありますけど、さあ今日は何を、こちら見てね、こちらいいですよ。ピチ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 の何でしょうか。土壌ちゃんですよ。あら、土壌が出てきて、こんにちは。こんにちは。これただこいつが生きてると厄介だと、つけにくいと。そういう時はどうするの。そういう時のためにですね、あらかじめ冷凍した あらかじめ冷凍したで、冷凍したのがこちらです。土壌を用意しておきます。はい、用意したのがダイワの快適ハトメインさん。なんそれ、来たやつね。これ何、でっかいな。何これ、どういうこと。何そのなんか拷問器具みたいな。この子に、さっきのこの子の、あら、いつまで頭ない。あれ、おかしいな。え、そう刺すんや。そう、こう刺して、あの、くねってしとるとこに行かないんや。そうです、横から刺すだけ。横から、上から刺すだけですね。それ取れんので、こいつですね、このままじゃ取れちゃうよ。取れるよね、このままじゃっていう人のために。巻き巻きするの。巻き巻きするの。すげえな、もうそんな、そんな感じなんや。こんな感じ。そんなんなんや今。このピロピロが効くんですわ。じゃあもう無駄なく使えるってことですね。外れたりとかがしにくい。そう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 。餌持ちがいいと。よくこの餌の、ここを取られちゃうんですよ。こうかじるんで。じゃあもうそこかじったらもう針に直結しちゃうと。そう。わお。わお。アメージング。アメージング。ね。じゃあ早速。じゃあ1投目いきますかね。あ、ナイスキャスト。いますね。え、え、もういるんですか。早くないですか先生。まだ、はい、入れて。もう来そうな。お、来た。おお、荒ぶってますね。わあ、わあ、もうさすが、外れた、外れちゃいましたね。あ、綺麗。ピラピラですね。ねえ、これお客さん逃げますよこれ。掴むやつだ。あー、これナイス、ナイスフィッシュじゃないですかこれ。なんかまだ始まって2投目ぐらいですけどね。え、だいたいこれ7センチ、60センチぐらいですか。いやいや、指3本、指3本ぐらいですかね。ねえ、もう傷だらけですね。そこそこいい方ですね。ここの島では。ああ、いい、いいじゃないですか。まだ生きてる、ついてるね。うん、もう何回でもできちゃう。はい、あら、はい、尻尾だけ食われた感じ。あ、尻尾も食われてない。全然あります。ああ、もうこれ、え、リサイクル。リサイクル。エコですね。エコですね、先生、これ。3頭で2匹いくんじゃないですか、これ。投げます。投げますね。張ります。張ります。これ竿もこれ動かす感じなんですか。竿というか。巻いて。巻いて。巻けば。重みを感じたまま。こう当たりが来たらどうなるか。ビッポガタ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 する。落ちちゃう。それ時にガッて引くんですか。ここでしたら水巻きます。巻けばいいんですか。巻いてる。もう自然にかかるんですかこれ。これで合わせる。え、来た？今どこにおるこれ？あ、あれか。あ、跳ねてますね。おー、イエース。おー、イエース。6頭目ぐらいですかね、2匹。あ、ちょっと大きい。そうでもないか。いやいや、いいサイズだと思いますよ。淡路島にしてビッグウェイン、ビッグワン。あ、綺麗ですね、光が出るとね。ピカピカしてますね。いいじゃないですか。で、危ないんで
うっさいですね、歯がね、歯がやばいのでね、ちょっとね、こうやって持ってる。お、サイズいいっすね、明るくしてみたらね。え、あの、ほんまチャンバラできるレベルの、いいですよチャンバラできるレベルの。うわ、もうこれこの歯やばいよね、歯は。この歯気をつけてね、チキンレースで指入れたりしてね。もうしっかりかかってる時はこういうので撮ってください。めカメラがめっちゃ綺麗に映るな、これ。すごいな、このカメラも。1投目で釣っちゃう、1投目で釣っちゃう。こっちかな、はい。お、結構大きいっすね。いいサイズなんじゃないですか、これ。グッサイ、もうなんかピチピチ言ってますよ。わっしょいわっしょい。わっしょいわっしょい。ちっちゃいですね。ちょっとちっちゃいですね。ちっちゃいね。こっちで。うぅ。こっち上げて。いや、あれなんかすげえとこかかったな。すごいとこかかったな。ありえないとこにかかって。どういうこと？食べに来て、あの、反転するんで、パクってくと向こう行こうとするんで。斬新。それでお腹にかかることもちょいちょいと。斬新な。こういう時はどうしたらいいんですか。釣れたタチウオの尻尾をまずちょっと拝借します。タチウオの尻尾を使うだって。これを、これをですね、まず土壌をセットします。はい。そしたらボロボロの土壌が出来上がりました。いつもの土壌です。そしたらですね、バラの上からこの尻尾をですね、素材をつけます。トムウイ的な。そう、タチウオね、トム食いするんですよ。キチガイだな。同じようにぐる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 のトマキン。バラ嫌だ、ちょっと長いんで切る。ピピンと、これでピロピローっと。ワクワクさんみたいな。チョキン。やったぜ。イエーイ。同時に釣るという。楽勝っすよ。ね。これが才能です。ある意味は実力。綺麗ですね。やりましたね。まさか連チャンですよ。危、重っ。そんな釣れますか、これ今4、5匹目、これ分からんねえわ。いいっすね、ギラギラっすよ、ね、めっちゃ息がいいっすよ。釣れたよね、綺麗で、波打っててピラピラしてね。ポロポロ釣れる。ポロポロは釣れますね、うん、よかったです。素人でも釣れる。早送りでここは流していきましょう。そして30匹突破。まだ行く。31。32。33。34。おお、まだ行く。35。以上でございます。トータル35匹です。リスが閉まったかな。なかなかいいんじゃないですか。グッズタチウオでした。でした。ありがとうございます。